はい、もちもち TV のもちです。今回ですね、嵐の生写真セットをついにまた見つけてきたので、ようやく1個だけ浜北鑑定団にあって、で、買ってきたので、これを開封したいと思います。まず第1回の嵐の生写真セットの開封動画は、結構ダブってて、で、それから嵐の生写真セットがなくなって、まあ、しょうがない、ジャニーズを買おうと思って、ジャニーズを買って、で、1回目のジャニーズ生写真セットの開封動画は、もう小山くん祭りで、で、2回目の生写真セットの開封動画は、大体カトゥーンだったんですけど、それ以外は僕の知識不足を露呈してしまい、大変申し訳なかったんですけど、まあ、今回は嵐ということで、期待できるんじゃないかなと思うので、早速開封していきたいと思います。まあ、20枚入ってるんですけど、でも前回はかなりダブっちゃったんで、で今回はダブらないといいなって感じですね。まあ、前回は8種類しか結局種類としては出なかったんですよね。はい、では早速1枚目いきたいと思います。1枚目。じゃじゃん。これは大野くんのハンバーガーをなんか持ってますね、たくさん。まあ、何の写真かちょっとよくわかんないんですけど、こんなたくさんハンバーガーを持っててもちゃんと決まってるところがさすがだなって思います。はい、2枚目。じゃじゃん。もう2枚目も2枚目も大野くんですね。2枚目も大野くんが浮き輪をしている写真でした。これは10周年の記念のライブツアーの写真っぽいですね。ここに書いてあるんで。これも公式写真ということで、これもなんか大野くん大野くんと来てちょっと嬉しいですね。まあ前回は1枚目と2枚目とダブったんで、これは幸先のいいスタートなんじゃないかなって思います。はい、3枚目。じゃじゃん。3枚目も大野くんですね。もしかしたら大野くんセットの予感がちょっとしてきたんですけど、このお腹のあたりに手を当ててる、ちょっとかっこいいクールな写真が出ました。4枚目。じゃじゃーん。お、4枚目も大野くんだ。大野くん祭りか、今回は。4枚目も大野くんのこの10周年のライブツアーの写真なんですけど、なんともクールな表情で、これもすごいかっこいいですよね。5枚目。じゃじゃーん。5枚目も大野くんですね。このポーズ、どれも決まってる感じの写真ですね。嵐ライブツアーラブ2013って書いてあるので、これもライブツアーの写真っぽいですね。まあなんともかっこいい。はい、6枚目。これも大野くんか？どうだ？これも大野くんですね。これも大野くんのアップの写真。これもライブツアーラブの写真です。これはちょっと笑顔が見えてていいですね。こうやって重ねると、ちょっと大野くんには大野くんがちょっと喋ってる感がちょっと出ますよね。はい、7枚目。これも大野くんか？大野くんだ。これ、大野くんセットかな？まあ、それはそれで嬉しいんですけどね。大野くんがこのご自由にどうぞっていう、このメッセージみたいなのを持ってる写真ですね。はい、8枚目。じゃじゃん。8枚目も大野くんですね。今回は2014のライブツアーの写真ですね。大野くんがピースしてる写真です。2014も出るんですね。これ、どこまで最近の写真が、まあ、2014って言っても4年前ですけど、どこまで最近の写真が出るのかなっていう感じ。2015、16も出るのかな？はい、9枚目も多分大野くん、ほら、大野くんだ。9枚目も2014のライブツアーで、ここになんか謎のキャラクターが書いてあって、僕と付き合ってくださいって書いてあります。これ面白いですね。はい、10枚目。10枚目も大野くんでしょうね。はい、大野くんがなんかお寿司を食べてる写真ですね。なんか前のジャニーズの写真の開封動画の時も、まあ上田くんか誰かがお寿司を食べてる写真があったと思うんですけど、これもなんか、この表情この表情面白いですよね。はい、ここで半分地点なんですけど、ここでちょっと切り替わる可能性がありますよね。まあ、10枚連続で大野くんだったんで、まあ、11枚目も大野くんだと、まあ、これ全部大野くんかなって感じがするんですけど、今のところ全部違う写真で、全部公式写真だと思うんで、これは結構嬉しい。今までで一番いいかなっていう感じがします。はい、11枚目。じゃじゃん。11枚目5人の写真だ。なんかかっこいい。このなんかリビングでくつろいでる感の5人の写真。まあセンターに大野くんがいるので、ちょっと大野くんメインの写真かなって感じがするんですけど、なんともこれかっこいい写真ですね。5人の写真が出ました。あ、これちょっと流れが変わったかな？はい、12枚目。じゃじゃん。お、12枚目は？ 12 枚目は大野くんとニノの写真ですね。大野くんとニノが2人で歌ってる写真ですけど、まあ全部今のところ大野くんが全部入ってるんですね。やっぱ大野くんセットなのかな。はい、13枚目。じゃじゃーん。13枚目は桜井くんと松潤とニノのスリーショットの写真ですけど、これだいぶ前の写真じゃないですかね。はい、とりあえず完全な大野くんセットではなかったということで。はい、14枚目。14枚目は、あ、14枚目はニノだ。お、かっこいい。はい、15枚目。15枚目も、お、ニノだ。
こうニノいいね。ニノのこのポケットに手を入れて佇んでる感じの写真ですね。あ、今回いいぞ。16枚目、じゃじゃん。もう16枚目もニノだ。あ、なんかニノセットに切り替わった気がしますね。僕全員好きなんですけど、若干ニノ寄りなんで、これちょっと嬉しいですね。はい、16枚目はこのニノの、またこれもかっこいい写真が出ました。はい、17枚目、じゃじゃん。もう17枚目もニノだ。この爽やかに微笑んでる写真ですね。あ、これこのまま行くと多分18、19、20も多分ニノですね。18枚目、じゃじゃん。18枚目は、あ、18枚目松潤だ。はい、18枚目はこの松潤が鏡と向き合ってる感じの写真ですね。これも2014のライブツアーの写真みたいです。19枚目、じゃじゃん。19枚目は、お、19枚目も松潤ですね。19枚目も松潤がダブルピースしてる写真ですね。20枚目、じゃじゃん。20枚目は、あ、桜井くんですね。はい、ラスト20枚目はこの桜井くんが前で手を組んでいながら、この決まってる写真ですね。あ、これはいいぞ。はい、今回の写真は、まあ、20種類とも全部違う写真で、しかもまあ、決まってる写真もあり、面白い写真もあり、バラエティに富んでる組み合わせだったんじゃないかなって思いますね。またちょくちょくお店に行ってみて、なんか売ってたら買ってみたいと思いました。はい、以上、もちもち TV でした。